願いします。はい。これぐらいでいいですか。はい、オッケーです。はい、お願いします。タオルかけて。リブレやってます。すごい久しぶりですね。いつぶりぐらい。本当に10年とかやってます。全部塗って、とりあえず全部塗ってしまい。はい、お願いします。足つぼは弱い方、はい、強い方とか、いやどうだろう、弱いんだろうな、弱いんだろうね、強くはないと思う。金沢さんが、はい、山田さんが受けた動画、はい、そう、俺の方でもアップしたけど、やっぱり、はい、早い、上がるんだ数字が。あ、本当ですか。花ちゃん効果はでかいなっていう。本当ですか。弱めだけど、いやもう全然弱くしてください。面白くないか。いやでもね、普段ね、モーハンさんとかね、はい、がっつりね、そうですね、やってるから、まあ、あれぐらいでやってみようかな。そうだよな。そうか、痛い。そうか、皆さんに申し訳ない。自分がやられる場合になって、お疲れですね。あ、ですね。うん、今最近私足のマッサージ機買って、割とやってんですよ。あのギューって足ふくらはぎを、なんていうんですか、空気を抜くみたいな感じでギューって絞っていって、パーって離すやつとか。あ、じゃあふくらはぎはね。うん。でも足裏もなんか一応、なんていうんですかね、こう少し足裏刺激もやってくれるやつで、痛い。鼻？鼻悪いですね。なんか二つあって、その、あ、痛い痛い。首肩が。あ、痛いな。痛いな。痛い。痛いよ。やっぱ全然人がやるのは全然違いますね。ああいうのは結構弱いんですね、きっとね。ですね。たまにはね、やられるのも。そうですね。体も足も。そうですね。やれたらいいですね。肺とか胸部だったかな。全然大丈夫です。ああ。それ痛い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 よ。膵臓十二指腸。うわ、ゴリゴリ言ってる。痛い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 。胃の
お疲れの心当たりはございますか？土踏まずのとこはそんなに強くやらなくていいんじゃないですか？動画の方は順調ですか？結構ね、結構頻繁に上げてるから。あ、そうですね、動画はちょっと痛い、痛い、腰は良くないですね。あそこは気持ちがいい。なんかの伸びたいんですよね、動画。なんか伸び方が、うん、あんまり横ばいなんで。あ、あんだけ上げてても。そう、なんですかね、もっとガンガンいってほしいんですよね。足もね、受け慣れないとね。そうですね、メンタリーやることないですからね。僕の足はね、すげえ痛がりですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ今度リフレやりますか。悶絶倒すく。こんな感じになります。その辺、前確か痛かったんですけど、今気持ちいいです。え、それ最近体重増やしてるんですか？はい、体重増やすようにしてます。でも結構、もともと結構食う時なんか、なんだっけ、フェイスブックか何かのアップ見てると結構食うなっていう。あ、食べますよ、私だって、なんか二郎系ラーメン食べましたからね、完食しましたからね。ああいうの食べてももともと太んない体質。あ、痛い。いや、まあなんか、食べない時食べないし、食べる時食べるしだから。あ、極端なんですね。そこまでなんか三食きちんと食べてるっていうんじゃないんで。不規則なんですね。あ、かも。あと夜はでも食べないですよ、夜遅くには。あ、夜食べたら太りますよね。じゃああえて夜食うみたいな。あ、それは。いや、でも体が重くなるっていうか、まあ、確かに健康に太りたくはないんですよ、ね、逆に体調崩しちゃうみたいな、胃もたれ起こしちゃうみたいな。なんかそう、まあまあなんていうんですかね、いい感じで太りたいですね、スタイル良くなりたいというか。確かに、健康的になりたい。やっぱね、まあ僕もそうだけど、そこそこの年齢になって太ると、嫌な太り方、嫌なこう感じというか。そうそうそう、なんか難しいのは、若い時は多少太くても細くてもいいんですけど、年取った時に貧相に痩せるか、そう、まあ、太りすぎになるか、どっちも嫌なんですよね。うん、やっぱ今ちゃんお腹ね、全然出てないですもんね。この年になって、いや、出さないようにすげえ気をつけてる。あ、お腹と顔がでかいのは嫌ですけど。あ、ふくらはぎでもやっぱり、はい、そんなに極端な、はい、硬いとこがないでしょ。え、なんかマッサージしてますからね。前より軽くなりました。だからなんか重たくてしょうがないってことがなくなりました。
やっぱね、ふくらはぎはね、第二の心臓と言われておりますから、うん、言われますからね。やっぱマッサージっていいもんなんだなって改めて思いました、うん、いい仕事してますね、我々は。あーでも膝裏痛い痛い、いや、これ痛い痛いよ。あー、やっぱ良くないな。なんか表面的にはほぐせても、そういうこう、なんていうんですかね、うん、膝の裏とか足の裏の細かいところとかは機械ではなかなかできないですからね。確かに機械にやられちゃうとね、うーん、仕事がなくなっちゃう。まあね、機械もどんどん進歩するから、ね、ちょっと先が怖いですけど。まあ人間の体っても複雑だから、まあ、やっぱりなかなかね、まあまあ、機械だけでは、まあ機械で満足できる方はね、機械にやっていただいて、うん、待って、ヨウちゃんみたいに電話とか部分的に使ったりするのは OK ですよね、ありですよね。そうセルフケアでね。あー、でもこうここっていう場所はね、難しいですよね。やっぱ細かい場所はね、人の手じゃないとやっぱり、ね、そうほぐしきれないから。